この戦、果たして勝てるものかのう。この戦、果たして勝てるものかのう。どうにも悪い予感がするのじゃ。何を弱気なことを。両親とはいえ、一心様はご健在、源一郎様の弓も見事なものじゃ。加えて鬼行部様もおるではないか。おお、鬼は行部正隆様か。確かにあのお方と鬼影が共にあれば、大手門が抜かれるなど考えられぬわ。
助か、せがれよ。若様を見なかったかな。せがれではない。伊之助、またそのような。そなたはわしがおかしくなったというが、さすがにせがれを間違えるわけなかろう。まあよい。せがれよ、この鈴をそなたに託そう。若様のことを案じ作った守り鈴じゃ。この守り鈴を仏様にお供えしておくれ。
伊之助、我がせがれよ。守り鈴は仏様に備えてくれたかえ？ほら、偏屈な物資がおる荒れ寺があるじゃろう。仏様ならそこにおられるでな。御神、我が名は野上伊之助、平田家の老頭だった。どうかそこのあばら屋の老婆の様子見てやってくれぬか。私の母なのだが狂ってしまい、もはや誰が誰だか分かっておらぬ。お主の母に会ったぞ。鈴をもらった。そうか、礼を言う。母はその鈴をずっと気にかけていた。上事のように仏様に備えろと。先ほどの御神か、母の相手をしてくれ。かたじけない。母はその鈴を上事のように